仕事終わりに東海道新幹線に乗って静岡へ。熱々のおでんとキンキンに冷えたビールで最高の晩酌です。はい、こんにちは、吉田です。本日の仕事が終わり、家路に着くためただいま渋谷駅に向かっています。いやー、寒くなってきたな。あったかいものでも食べて帰ろうかな。寒いし熱々のおでんでも食べたいな。そうだ、今からおでんを食べに行こう。おでんといえば静岡のおでんだな。よし、今からおでんを食べに静岡に行こう。ということで今回は仕事終わりに新幹線に乗っておでんを食べに行ってきます。それでは早速乗っていきましょう。ではまずは渋谷駅から新横浜駅に移動をしていきます。新横浜駅までは東急東横線、そこから直通する東急新横浜線に乗車をしていきます。東急新横浜線は2023年3月に東急と相鉄が直通運転を行うようになり、新たに開業した路線となっています。相鉄線の終点湘南台まで向かう列車に乗りまして新横浜に向かいます。帰宅ラッシュの電車に揺られること約30分、新横浜駅に到着です。ここで新幹線に乗り換えをしていきます。JR の新横浜駅に入っていきまして、今回乗車する列車を確認します。今回乗車しますのは、光659号新大阪行きです。その前に出発している小玉751号でも静岡駅に行くことはできるのですが、途中で光号が小玉号を追い抜いていきますので、今回はこちらの列車に乗車をしていきます。ということで切符を購入していきましょう。購入しますのは新横浜から静岡までの自由席切符です。料金は5170円。切符の購入が完了しまして、改札に向かいたいと思います。券売機の横にはお土産が売っているキオスクがあります。おにぎりやお弁当、お酒、お土産品などがあり、仕事終わりの吉田もお酒と駅弁で楽しく新幹線を楽しみたいという気持ちでしたが、いやいや、ここはおでんを美味しくいただくためにも我慢です。我慢すれば美味しいものがもっと美味しく感じられると思っています。ということで改札前にやってきました。早速改札を通過していきます。改札を通過しますと再び売店の魔の手が。くー、飲みたい。いや、手を伸ばしているのはこちらですね。ということで静岡駅まではお酒と食べ物は我慢をしていきます。ホームに上がりまして、案内板には見ているだけでワクワクするような行き先が並んでいます。そしてホーム上にはアイスやコーヒーの自動販売機があります。2023年11月から東海道新幹線の車内販売はグリーン車のみに変更となり、ホーム上にはこのようなアイスやコーヒーの自動販売機が新たに設置されました。こちらも我慢していきます。いやー、新幹線に乗車しようとすると誘惑がたくさんありますね。ということで乗車します光659号新大阪行きが入線です。吉田は先頭車両の前方のドアから乗車をしていきます。そしてドアが閉まりまして出発です。新幹線は定刻通り19時21分に新横浜駅を発車し、ここから約40分かけて目的地の静岡駅を目指して進んでいきます。吉田は東海道新幹線沿線の夜の景色を眺めながらデッキにて立ち乗りで乗車をしていきます。吉田がいますのは16両編成の車両の先頭車両、そのさらに前方のこの赤い矢印のところにいます。乗車しています光号の自由席は満席というわけではありませんでしたが、3人掛けの真ん中ばかりしか空いていませんでしたので、今回は吉田の定位置、先頭車両の前方デッキにて立ち乗りで乗車です。前回仕事終わりに宇都宮に行って餃子を食べた動画でもこちらの定位置に立っていましたね。そして今回もサラリーマンあるある、早く帰った時に限って就業後に連絡が来る。今回は必要な連絡だったのできちんと返信をしておきました。そして新幹線は小田原を通過しトンネルの中を走行、まもなく神奈川県を抜け静岡県に入っていきます。いやー、この日はしっかりと連絡が来る日でした。込み入った連絡もあったので少しばかり仕事をこなしながら引き続き新幹線に乗車です。そして通過していますのは熱海駅。新幹線は静岡県を走行しています。お次は停車駅の三島駅です。そして新幹線はゆっくりとスピードを落としまして三島駅に到着です。ご乗船から光号新大阪行きいたします。ドアが閉まります。
三島駅でののぞみ号の通過待ちなどはなく、到着後すぐドアが閉まりまして出発です。三島を出ますと、次の停車駅は目的地の静岡駅です。三島駅出発後は三島車両所を横目に進んでいきます。この日は1本だけ車両所に停車をしている新幹線がいますね。工場などが車窓から見えるようになりまして、まもなく通過していきますのは新富士駅。新富士駅は東海道新幹線の駅で唯一他の鉄道路線と接続をしていない珍しい駅となっています。そして車両には車内チャイムのいい旅立ちが流れまして、まもなく静岡駅に到着となります。乗車していますこちらの車両は JR 西日本が保有する車両のようですね。東海道新幹線の車内チャイムは JR 西日本保有の列車ではいい日旅立ち、 JR 東海保有の列車では2023年7月にアンビシャスジャパンから会いに行こうに変更となりました。そして今回の目的地静岡駅に到着です。乗車してきました新幹線はのぞみ号の通過待ちのためしばらく停車をしていきます。いやー、まもなく美味しいおでんとお酒にありつけますね。時刻は20時を回ったところです。ここまで飲み食いを我慢してお腹もペコペコ。通過待ちを終えた光号は静岡駅を出発し、終点の新大阪を目指して引き続き進んでいきます。吉田は階段を降りまして改札を通過していきます。やっと待ちに待ったおでん、楽しみです。改札を通過し、新幹線改札のすぐ横の通路からアスティという建物に入ります。こちらには何軒か飲食店が連なっていまして、今回は元祖静岡グルメの海坊主さんにお邪魔します。お店の前にはグツグツと煮込まれたおでんもありました。カウンター席に通していただき、タッチパネルでビールと静岡おでん盛り合わせ10本セットを注文します。静岡おでんの特徴はこちらのだし粉をかけていただくことです。全国でもおでんの文化は様々あるかと思いますが、だし粉をかけて食べるのはなかなかないですよね。そして一足先に生ビールが到着です。ではいただきます。ここまでご視聴いただいた皆様、乾杯。はあ、うまい。新横浜駅でお酒を買わずに我慢したこともあり、より一層うまいですね。思わず二度飲みしてしまいました。そしてお待ちかねのおでんが到着です。いやあ、熱々で美味しそう。ではだし粉をかけていきたいと思います。静岡おでんの PR をしているサイトには、具材の表面が見えなくなるくらいたっぷりとかけるのが静岡流とあったので、たっぷりとかけていきます。では1品目はちくわから。すでにだし粉のいい香りがしています。いただきます。いやあ、熱々でうまい。静岡おでんの特徴でもある黒いだし汁の味も染みていて最高の味です。お次は大根。味がしっかり染みて黒っぽくなっている大根、こちらもうまい。そして熱い。熱々の大根を頬張りながら、やけどした口の中をビールでクールダウンしていきます。大根の次はさつま揚げですかね。だし粉との相性が抜群で、これもまたうまい。熱いですがどんどん食べ進めていきます。そしてその熱々おでんを冷たいビールで流し込んでいきます。いやー、ビールも進みます。まずは3本のおでんをいただきました。こちらの海坊主さんのおでん10種盛り、冷めないように火のついた小さい鍋で提供していただき、大変ありがたいですね。そしてこの時にようやくだし粉は直掛けしない方が良かったのかなと思いましたが、もうかけてしまったので引き続きこの状態でいただきたいと思います。
そして2杯目のビールが到着。こちらは静岡茶ビールです。お茶が有名な静岡県ならではのビールですね。お茶とビール意外と相性が良く飲みやすいです。では追い出し行して引き続きおでんをいただきます。ナルト、はんぺん、牛すじ、こんにゃくと熱々のおでんを静岡茶ビールで流し込みながらいただいていきます。いやー、静岡のいいとこ取りをしていますね。地方グルメ最高です。残りは2本目のさつま揚げ、黒はんぺんと卵です。ではさつま揚げからいただきます。いやー、後半でもまだまだ熱々でとてもうまい。熱々すぎてすぐさま茶ビールでクールダウンです。そして卵、では一口でパクリといただきます。これもまたうまい。染みている出汁の味が口いっぱいに広がって、こちらもとても美味しいです。10種盛りおでんのラストはこちらの黒はんぺん。黒はんぺんは静岡おでんならではの具材です。湯気が立っていて、これもまた美味しそう。食べてみると魚介の風味と静岡おでんの出汁の味わいがマッチしていて、これもまたうまい。もう10品すべて美味しいですね。静岡おでん最高です。そして静岡おでん10種を今一度静岡茶ビールで流し込み、口の中をクールダウンしていきます。そして追加でもう一品、こちらも静岡おでんの一つのようですが、なんと豚足です。海坊主さんオリジナルの進化系静岡おでんとのことでしたので、いただいてみたいと思います。豚足は普段あまり食べないのですが、食べてみるとおでんの出汁の香りとプルプルの豚足が意外といい組み合わせで、これもまた美味しい。食感が苦手でなければとても美味しくいただけると思います。吉田はガツガツと食べてしまいました。いやー、変わり種おでんも美味しいですね。ということで、この日の晩酌は以上です。今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。引き続き全国の観光地、グルメ、鉄道などの情報を発信していきたいと思いますので、ぜひ高評価やチャンネル登録のほどよろしくお願いいたします。改めましてご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。